今月のお誕生日席に座る偉人は。こんにちは、エルンスト・マッハです。2月18日は私の誕生日です。え、私が誰か知らない？マッハですよ、マッハ。マッハ数の由来といえば、なんとなくピンとくる人もいるのでは。マッハ数とは物体の速さと音速の比のことです。例えば某ヒーローの飛行速度はマッハ5らしいですね。これは速さが音速の5倍であるということになります。私の生涯と研究について少しだけご紹介しましょう。重要なので先に言っておきますが、39歳の紹介まで見ないとマッハを知らないことになりますよ。1838年2月18日、当時のオーストリア帝国にて誕生。中等教育を受ける学校に入学するまで、母や貴族の家庭教師を務めた経験のある父から自宅で教育を受けていました。幼い頃から優秀だったわけではなく、父が語学や歴史、大数学などを教えてくれたことが、私が学者として様々な分野で活躍する基礎となったのかもしれません。17歳の時、ウィーン大学に入学し、主に物理学を学びました。物理学博士号を取得し、電荷と誘導についてというタイトルの論文を発表。翌年に教授資格を取得し、当時の研究は光と音のドップラー効果についてでした。実は最初はあのドップラー効果について研究していたんですね。その後、グラーツ大学で数学と物理学を教えながら、人が目や耳から得た情報をどのように処理して形や色などを把握しているかの仕組みを解明する分野の研究も行っていました。それらの研究の中で後にこちら、錯視の一種である明るいところの境界面に明るい帯が、暗いところの境界に暗い帯が見える現象を発見。発見した私の名前にちなんでマッハバンドと言われています。29歳からはプラハ大学で実験物理学の教授として28年間務めました。そしていよいよ超音速の話題。39歳の時、超音速に関する論文を発表し、49歳の時、物体が音速を超えた時に起こる衝撃波の写真を世界で初めて撮影しました。本来直視することのできない気体そのものを可視化する方法として、密度が異なる時に生じる屈折率の変化を明暗の差に変え可視化するシュリーレン法、これを使って撮影しました。少し遡って、45歳の時出した著書の中でニュートンさんが主張した絶対時間、絶対空間の概念を批判的に捉えました。後にアインシュタイン君がこれに興味津々、相対性理論に影響を与えたとか。57歳の時に古巣ウィーン大学に戻り、新設された機能論理学を担当しました。引退してから生涯に幕を閉じるまで20年、この間も私は執筆などを続けました。相対性理論に影響を与え、マッハ数を残し多分野で活躍したマッハ先生、趣向を止めず常に問い続けます。皆さん、果たしてこの世に絶対などというものはあるのでしょうか。